そして僕が来るとサローズマスコット28年目の大ベテランツツ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 ツーバックロー先生の登場です。もちろんクルーユニフォームを着て登場です。今日もよろしくです。さあ、それではつば九郎の今日の一言、面白かったら皆さん拍手お願いしますね。さあ、スーパーカラビジョンズームアップ、よっ、いきますか。よし、今日、そうなんです、バンデンハーグ投手の誕生日です。おめでとうございます。今日ソロズに来てね、初登板してくれました、バンデンハーグ投手、ハッピーバースデー。明日はオークス G1、切り替えがすごいですね。まだ大好きなつば九郎、さすらいのギャンブラー予想します。つば九郎の予想に皆さん乗っかってください。なんといっても今週、あ、小室さんと荒垣さん結婚ですね。ビッグニュースでした。はい、つば九郎ショックじゃないですか、大丈夫ですか。はい、はい、ドラマ「逃げるは柱が役に立つ」の、共演から、はい、逃げ恥コンと言われておりますが、はい、とも言われておりますね。そこでピンときました、逃げ馬が来るのではないかなと。おお、なるほど、逃げ馬勝ち、ホークスは東京競馬場。なるほど、野球の試合の前にね、はい、馬の話を最後の直線に坂があるので逃げ馬はどうか。なるほど、疲れて無理かな、坂と言っても神楽坂ではありません。相撲データに持ってきましたね。しかし神楽坂でね、あの女性の方が接待してくれるお店があると思いませんでした。明日のこの時間、はい、ご機嫌で登場しますように。時間いっぱいです。スタメン発表いきましょう。はい、ということでボクスの予想はどうなったんでしょうかね。お待たせしました、両チームスターティングラインナップの発表です。大変長らくお待たせいたしました。ただいまよりジェラセントラルリーグ公式戦